ここからは瞬間三重です三重県内の市や町の旬の話題や気になる情報、イベントなどをお届けしています今回ご紹介するのは滝郡名和町ですスタジオには名和観光商社の秋山美知香さんにお越しいただきましたどうぞよろしくお願いします,しますそしてちょっと写ってるな名姫ちゃんにもお越しいただきました名和町のマスコットキャラクターです しやほやされるのが大好きということでめいひめちゃんマスクかわいいねいやーちょっとカメラさん寄ってあげてください節分を前にいやーお兄さん豆まきしてますねいやーおしゃれなめいひめちゃんと秋山さんと前半は一緒にお送りしていきますさあまずは秋山さんが務める名和観光商社のことなんですけれども 地域の資源を活用して、地方創生につながるような取り組みを行う組織ということなんですが、秋山さん、お勤めされてどれくらいでしょうか。はい、えっと、私はあの、今年で4年目になります。あの、大学生の時から、明和町さんと、はい、あの、明和町の地域活動に関わらせていただいてましたので、<え>そう流れて、あの、明和観光商社で勤めることになりました。ええー、じゃあ、もともとご出身はどちらなんですか。もともと、あの、大阪から。 います。それで大学生の時に名和町にちょっと関係することがあって、はい、ね、え今在住ということで、はい、いや嬉しいつながりですね。さあそんな秋山さんでなんですが、地元の魅力を発信続けている名和観光商社の中で、今年度も多くのイベントなどを企画されています。その中でも細工跡の復元建物のプロジェクションマッピングを行われたそうなんですけれども。 訪れた人たた人ちのの反応などいかかがでしたか、はい、このあのプロジェクションマッピングはあのこと去年12月に行ったので3度目になるんですけれどもあ、はい、あの夜に開催されてすごい寒いんですけど、うん、大変、はい、あの多くの方に来ていただきましてまたあのキッチンカーとか屋台とかも出して楽しんでいただけるようにしましたので、うん、すごい賑やかなな夜になりましたいやーすごいですね、これ映像がすごく引きつけられますし。<laughs> 実際に行ってみたいなと思います。今日のコメンテーターの千種さ,さんは明和町在住で特別観光大使もされています。もちろんご存知ですよね。はい、私も行っております。あの、本当明和町って普段はこうのどかなね。こう風景が広がっているところなんですが、うん、この時ばかりは一転して本当にね。別世界に来たようなね。はい、感じがしましたよ。よいやまさに幻想的で。 鮮や、かですね。本当にそうなんですよね。<ー>なんかね、本当にね。ずっとね。ここで何度も何度もあの見てしまいました。はい,はい。いや、素敵な空間広がっているなと思います。そしてとってもおしゃれだなと思うんですが、おしゃれといえば名馬町の御朱印とっても気になっています。で、最近御朱印ブームになっています。けれども、町内の神社でも。 をを新しくしくたり、布を始めていいい、るととううことなんです、ねはい、ですす。ね。はそ宮格光商社では現在あの西宮にある竹神社とあと明星地区にある明星神社さんのちょっとサポートをさせていただいてるんですけれども、はいまあ、その中でも明星神社さんは今年のお正月から御朱印の帆布を始められたりだとか始められたりとあと竹神社の方でもあのこういう新しい御朱印っていうのを帆布を開始しています。 これは竹のイラストですね,そうですね竹のイラストに偶事直筆のあの文字が入ってありますうんそれぞれとってもセンスがいいなと思いますこれいくつぐらいの種類があるんですかそうですね明星神社さんは1種類あってであと竹神社は満月の日に毎月配っている満月御朱印とあと通常の 竹をモチーフにしたイラストにあるご神土があります。うん、で、妙正神社さんがですね、うん、あの毎月第二日曜の10時からえっと15時に社務所を開所してご神判布などを始めては始められております、うん。その限定というのもちょっと引きつけられますね。すね月に一回しかないので、ぜひ。で、先ほど満月っていうフレーズが出ましたけれども。 満月の夜には、素敵なイベントが毎回行われているそうですね。はい、そうですね。えっと、満月の日はちょっとサイクに来てほしいということで。うん、えっと、満月サイク、満月屋台っていうのを。えっと、明暗交渉者ができてから、えっと、ずっと取り組んでおります。で現在は。 新型コロナウイルスの感染症,対感染症のちょっと影響によって事前にあの予約をしていただいてドライブスルーで受け取る方式になっているんですけれどもまそのほかにも明和観交渉者のスタッフが焼くこだわりの満月たこ焼きだったりだとかを販売しておりますあと竹神社さんの方でも先ほどの満月御朱とあと花手水のライトアップとかも行っております。盛りくさんですね <laughs> これ次回が、これ今見るとそうです、ね、次回がちょうど来週月曜日の二月六日になっております。もうすぐですね。<laughs> じゃ、この日にぜひ。という感じですね。お天気もいいといいなと思いますよね。千種さん。 こののようなイベントあるのをご存知でした、ねはい、もちろん知っています、はい、私もねこの明和町に来てね2526年になるんですけれどもいや本当にねあの高い建物がないので月がとても綺麗なところだなっていうのが<ー>とても印象としてあって、はい、その満月の時にこう着目されてイベントを行うっていうのはすごくいいなと思って、うん、あのこのイベントね本当に 満月になったら再空いくっていうね。流れができてくるといいなと思いますね。そうですねなんかこう素敵な景色を見られるだけでも特別だなと思うんですけれども、そこにイベントがプラスされて、うん、ます。ますね。魅力が増してますよね。で、これからもいろいろなイベントありそうですけれども。秋山さん、こう明和観光商社として。 これからどんなことを計画されてますか。はい、えっと今後もその名和町を知るきっかけだったりだとか、楽しんでいただけるようにあのさまざまなイベントを開催していくんですけれども、えー、ちょっとたくさんありすぎてご紹介できないので、あ,はい、あの名和観光者さのホームページだったりだとか、あとインスタグラムをフォローしていただいて、はい、あのそこで発信させていただきます。わかりました。私もすぐにフォローさせてもらいますね。お願いします。はい。でさて、この最高の歴史と文化を楽しめる明和町なんですけれども。 観光を手軽に楽しんでもらうための実証実験が行われたということなんです。これはどんな取り組みでしょうか？はい、えっ、ー、とこちらグリーンスローモビリティというゴルフカートぐらいの電気で走る。あの乗り物なんですけれども、えっとその名もえっ、ー、とギッシャと書いてモーグルと呼びます。あ、牛のーと車のグルへーえ。なんかネーミングもいいですね。で。こう ギッシャということで、まさに平安時代の細工を知れる明和町にはぴったりのネーミングだと感じます。けれども、これは具体的にどんなことをされてるんですか？はい、えっ、ー、と、あの明和町の細工跡という遺跡はすごく、あの広大なあの広い遺跡になっておりますので、うんまあ、その遺跡の歩いて回るにはちょっとあ,あのー。 広すぎるということでその遺跡をサステナブルにゆっくりと回っていただけるのにぴったりなんじゃないかなということで、えっと、昨年の12月から1か月間ほど実証実験を行いました、はい、でその実験で今回は採工駅から採工跡と博物館の範囲で実験されたということなんです。これはどううししししててででですかそうですかかそねあの細跡を観光としてしっかり楽しんでもらう はやっぱり西宮歴史博物館でしっかりイクのことを学んでいただくっていうのがあの一番楽しんでもらいやすいかなと思うんですけれども細工駅から西宮歴史博物館までも遺跡の上をずっと行くことになるのでそこをこうモーグルちゃんに乗りながらあの遺跡の上を走ってで博物館で学んでまた学んだその遺跡の上を帰ってくるっていうようなのがぴったりなんじゃないかなということでなりました。 いいですねこうやってゆったりと風を感じながらそれでてこう歩かなくていいというんて敵な乗り物だなと思いますけれどもこのグリーンスローモビリティモーグル使うことで観光に訪れた人にはどんなメリットがあるんでしょうかそうかそですねあの先ほどもあの申し上げたんですけどサイクー空っというのはすごく広い遺跡になっておりますのでその遺跡の広大さというのをまず実感していただきやすいのかなと思います。はい、でさらにその 遺跡の上、一見すると何が何だか分からないと思うんですけれども、うんはい、それをガイド付きのツアーということで説明を受けながら、あのー、回ってもらうとよりサイクルアートっというのを分かっていただけるかなと思います。うんなんか見聞も広まりそうだな深まりそうだなと思います千種さんはこのグリーンスローモビリティどんなこと感じますか いや本当に秋山さんおっしゃってますけれども採空跡国旗跡になっているんですけれども137ヘクタールと本当に広大なんですね、うん、で観光で巡ることになるとやはりそのね広大さが実は課題にもなっていたんです<ー>ですからこう駅からこういったモビリティが、ね、あのモーグルがあると手軽にこうさっきも見ていますと舗装されていない道もあの行けるので非常に有効な足になるんじゃないかな。 観光客の足になるんじゃないかなと思います。でね、またあのサイクワトって実はフラットなところなんですよ。高低差がこうないので、うん、フラットなところなので、あの操作もしやすいと思うんですね。あのこのモーグルも。はい、だからね、割とね気軽に使えて、いやすごくいいなというふうに思いますね。そしてこの実証実験ということで市場体験は終了している。 とということなんですよねただ、利用された方の反応はいかがでした、はい、あのすごくポジティブな意見をあのいただきましたあの地域の方からはいつも見ている景色がちょっと違って見えるだったりだとかあ<ー>、まあ、町外から来ていただいた方には「宮町ってこんなにへなんかこう広大な遺跡があるんだ」とか「空が広いね」ということを<ー>あの楽しんでいただきました。じゃあもう 成功といいいう感じのいいい手応えですよねそうですねやっぱりあの細工跡を回ってもらうにはこのモーグルちゃんがすごいあの合ってるなっていう実感は得たんですけれどもただ維持費だったりだとかあの運営ガイドさんの,あの確保とかっていうところがちょっと課題にはなっておりまして、はいまあ、他の地域では商工会さんとか地域のコミュニティさんが運営している。 運営していたりするので、明和町もそういう地域の人と連携しながら、うん、あの皆さんの意見を聞いてちょっと前向きに検討していきたいなと思っております。はい、わかりました。ということは、まあ近い将来かまあ将来的にはこのモーグルを使って明和町を巡ることができると期待させてもらってもいいですか？そうですね。あのガイド兼運転手付きのツアーとして、あのサイクルアートをぐるっと回って学んで、うん、あこうランチをいただいたりだとかというようなツアーをあ,ー、はい、あの 考えていきたいなと思っておりますわかりましたで、芽姫ちゃんも試乗されてましたよね楽しかったかな、うん、あ、楽しかったようですねはい。ということで私たちも楽しみにしたいと思いますここまでは明和観光商社の秋山美智香さんにグリーンスローモビリティモーグルについてお伺いしました秋山さんありがとうございましたありがとうございましたさてこの後は 明和町と航空会社 JAL との連携をご紹介しますし今日の瞬間見栄は明和町の話題をお届けしていますここからは明和町地域おこし協力隊の北田千里さんとミート織の株式会社の西口さと香さんに 明和町と JAL との連携について詳しくお伺いしていきますどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いいたします,しま,すまずは北田さんから自己紹介、はい、お願いできますか、はい、え昨年より地域おこし協力隊として明和町で三重県指定伝統工芸品である企画士の技術の継承と啓発活動を行っております北田千里と申しますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします続いて西口さんお願いしますはい ミート織を製造しているミート織物の西口里香と申します父や祖父、先祖から受け継がれてきているミート織物に勤めて3年目になりますよろしくお願いしますはい、その技格士とミート織、こちらのスタジオにお持ちいただきましたご覧いただきましょうこれが JAL と連携するということなんですね 北田さん詳しく教えていただきたいんですけれどもまずはこの戯角紙からお伺いできますか、はいえー、今映っているこの赤色の、えー、こちら名刺遺伝になるんですけれども、はい、こちら赤色の部分が紙でできております。うん、で紙というのは字の通り川になぞらえた紙のことでして江戸時代に伊勢街道沿いで誕生いたしました。 当時は戯画紙を加工したたばこ入れがお伊勢参りの代表的なお土産物だったんですけれども時,が時代の変化から一度途絶えてしまっていますで。現在では伊勢周辺の方々が集まって結成されたサンクブランド戯画紙の会の方が再興され戯画紙が作られています。はいね、えこれまさにに見るるととのようなな感じなんですけれども手に取ってみると 軽くてしかも丈夫で、はい、色合いがいいですねですありがとうございます、ね、いろんな色を楽しめるのも魅力だなと思います、はい、そして一方ミートオリこれはどうでしょうか西口さん教えてくださいミートオリは天然染料の藍で染めた糸の濃淡から作る島柄が特徴ですこちらが工場の様子なんですが 染めから織りまで一貫製造する数少ない工場となっています創業明治七年と100年以上経ちますが天然の愛で染めることや綿100%の糸を昔ながらの織食器で製造することにこだわりを持っていますね、それこそ天然の愛ということで色合いが本当に美しいですし上品さも伝わってきてこういったね 織り工場ですかです、ね、なかなかもう今貴重になってますからねそうですねはいミート織ってまた響きがそうですねおしゃれだなと思います <laughs> ミート地区にある織物っていう意味でミート織りなんですけど、うん、はいはい、ね。これは長くいろんな幅広い世代にもそうですね親しんでいただけそうなものだなと思いますこれはサコッシュを持ちいただいたんですねはいサコッシュですうん。おしゃれな二つの伝統工芸品なんですけれども この伝統工芸品のギガクシとミートオリがどのようにジャルと連携していくのか、北田さん教えてください。はい。えっ、ー、と、まあジャルさんと連携しておりまして、まあ二つ、えー、オリジナルのギフトセットがあります。でですね、ギガクシのカードケースとミートオリのヘキサバッグというのがジャルオリジナルギフトセットとしてジャルの EC サイト、えー、ふるさとからの贈り物というサイトで、えー、紹介させていただいておりますこちらのサイトではマイルで交換が可能になっておりまして日本中からおすすめの特産品が集められておりますでもう一つこちら、えー、スタジオの方にお持ちさせていただいたのが技画士の名刺入れと見通りのサコッシュになるんですけれども、はいえー、こちらの方は JAL のふるさと納税のサイトで 紹介させていただいております、はい、いやすごいな、なんかいろいろ幅が広がっていくなと感じるんですけれども JAL との連携に明和町としてはどのよううなことを期待されていますか、はい、そうですかはそでね今回のギフトセットをきっかけに明和町という町をはじめ三角市三井りの、三通などの工芸品認知度が上がることに期待しています。うん ね、これをきっかけに今まで親しんだことがない方もまずは知ってもらうきっかけにもなりますよね。千種、ねはい、さ,さん、この町と航空会社という違うジャンルの連携ってどんなふうに思いますか 本当に驚きましたよね。うん、ああ、明和町ってジャルと連携するんだと思ってね。うん、でも、本当にあのこういったあの伝統工芸品って、本当にあの素晴らしい技術をもとにした。あの品質のいいものっていうのは、あのわかるんですけれども、なかなか認知度がね。こう広まらないのが難しいところです。うん、ですのでね、誰もが知る。こういったあの国外者と連携することによって、まあ、これまでにないターゲット層に売れ。売り ね、こう知ってもらって、えー、買っていただくといいなというふうに思いますね。はい、そうですよねまずは知ってそしてやっぱり手に取ってもらうと良さが実感できると思いますもんね。んまたこの JAL ではオントリップ j a l という観光ガイドのサイトで明和町のことを紹介されているそうですね。 オントリップ JAL では JAL が提案する観光ガイドとして明和町のことが紹介されています、うんえー、理学誌や三ーりのほかサイ周辺など明和町を JAL の CA さんが実際に訪れて感じたことを取材記事や動画にして掲載してくださっておりますもう掲載されているんですかはい掲載されていますご覧になってこの記事とか動画どうでしたか はいえー、と昔の戯格子の展示を行っている街角博物館や現在、戯格子を制作している工房などを細かく紹介されていて他にない紹介ページにななっていいると思います西口さんどんなふうに感じましたか、はい、動画や写真が多く掲載されていて戯画子見通りの工程だったり観光地の説明もついているので。 明和町を旅したような気分になることができましたそうですか、はい、ね、素敵な紹介がされているということなんですがここで明和町を取材した JAL のお二人からメッセージが届いています伊勢物語や源氏物語にも登場する最空のあった明和町は私にとって訪れるたびに魅力が増す町です 一部復元された西宮を見ることができる平安の森や竹神社を訪れると平安時代を体感できたような気持ちになります取り組みを通して戯格子や三通りが歴史とともにどのように歩んできたのか深く知ることができました歴史あるものに触れさせていただくことで戯格子や三通りの魅力を後世に伝えていくことの大切さを改めて感じています 本物の革のような質感ととても軽くて柔らかなのに頑丈なところに感銘を受けました型紙を挟んで絞るのですが回数や角度によって仕上がりが変わるので世界に一つしかない商品が生まれるところもとても魅力に感じました工場に旗織り機の音があふれていて藍色に染められた糸が並んでいる様子や 独特の風合いを持つ縞模様も目に新しくとても五感が刺激されました職人の方々の真剣な眼差しや表情も印象的で三井通りへの熱い思いを感じました古き良き伝統は残しつつも竹神社の花町図や古民家カフェなど今の時代に合った新しい感覚を取り入れていることに新鮮さを覚えました 訪れたのは初めてでしたが明和町の方々の温かいお人柄に触れ心がほっと落ち着くようなそんな感覚がしましたうん嬉しい言葉がいっぱいありました VTR ご覧になって北田さんどんどなふうに感じましたか、はいえー、今、えー、メッセージいただいたお二人とはこのギフトセットの商品を、まあ、一緒に考えたお二人でしたので、はい、すごく嬉しく感じます。はい、そうですよね、はい 西口さんはいかがですか。そうですね。私もあのこの佐藤秀の商品作りに一からお二人と取り組んだのでメッセージいただけて嬉しいです。うん、そうですよね。そしてこの擬格子と見通りの商品なんですけれども手に入れたいっていう時は何か方法ありますか。そうですね。えっと現在は販売していないんですが名和町の竹神社前にある。 伊勢茶甘味の喫茶こちらの映像にあります実り屋で販売を予定しておりますここで今後購入できることになる、はい、ということなんですね 千種さんはこのようなお店あるのをご存知でしたか。はい、もちろん知っております。うん、この竹神社の前の道は、あのお医者さんへ行く旧伊勢街道になるんですね。ええ、そこに立っている。まあ、カフェですので、近頃は観光客の方も竹神社までこう足を伸ばされる方多いんですね。ですから、ぜひこういうカフェにもよって、こういった商品も手に取っていただくといいですよね。うん、ね。すごくセンスがいい。もうね、商品のラインナップも。 豊富に見受けられますねさあさて、今日はもう1つ話題があるんですけれども毎年、この時期には6月に開催される採用祭りでの採用役をはじめとする出演者を募集していますよね、北田さん。はい、えー、今年第40回の採用祭りが今年6月に開催予定です。現在出演者を募集ししてておりまして 今現在ですね女性7名男性11名とあとお子様15名のご応募がございます昨年は3年ぶりの開催ということもあって非常に賑わいました多くの方々にご参,ご参加いただければと思っております応募締め切りが2月10日までですのでぜひ振るってご応募いただきたいですはいわかりました、ね、今日のお話聞いていくと名和との文化感じながらこういった採用祭りの お祭りもあって素敵なところだなとますます感じました。ぜひね皆さん採用祭りの出演者にもご応募ください。ということで今日の瞬間見えは明和町の話題をお届けしました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。メヒメちゃんもありがとうございました。次回の瞬間見えは2月15日水曜日に大気町を紹介します。以上瞬間見えでした。